俺は佐野美希也、ごく普通の会社員。仕事はまあまあできる方だが、中性的な顔立ちゆえ女性に間違われることもしばしば。うん、今日も美味しくできたぞ。自作の料理を自画自賛しながらご飯を頬張った。そんな俺だが自慢できる特技がある。夕食後にコーヒーを飲みながら作品制作に勤しむ。これならもう一枚できるかな。手作りコースターもうまくできて大満足だ。俺は昔から手先が器用な方で、料理はもちろんのこと、マフラーなどの小物作成の手芸を特技としている。めいっ子がキャラグッズを欲しがるらしく、兄の嫁さんからデザインや作り方を聞かれたりするほどだったり、高校の頃は料理作りが面白く感じ、調理師学校を目指したこともあるが、その道の厳しさを知り、現在は趣味程度で満足している。お、もうすぐかな。俺がそうつぶやくのと同時に玄関のチャイムが鳴った。いらっしゃい。お邪魔します。就職した今の会社で出会った彼女ほのかとは現在交際3ヶ月になる。今日は彼女を家に招いてご飯を振る舞っていた。そしてテーブルに俺の作った料理を並べる。優しくて元気で明るくてポジティブ思考で、俺もそんなところに惚れて付き合い出したのだけど、一つ彼女の苦手なところがある。ねえ、あんた男なんだよ。なんで料理なんかするのよ。男のくせに変だよ。普通だよ。シェフでも男の人が多いしさ、パティシエだって今のところはそうだと思うよ。それはね、その人たちが誰にも注意されないまま大人になって、男のくせに料理とかお菓子作りする人になっちゃっただけ。けど私は違う。こうしてミキヤにちゃんとおかしいって注意できるし、やっぱり男らしくいなきゃ。それは世の中のシェフやパティシエに失礼だよ。大半の人は自分自身でその道を選んでると思うよ。なあほのか、男のくせにとか男らしくとか言うのをやめようよ。それにこれ何よ、手芸のデザインノートって恥ずかしくないの？おい、勝手に見ないでくれよ。手芸って、手芸こそ女のテリトリーなんだけど、男なのにおかしいわよ。手芸でもハンドメイド販売でも男の人がやってたりするよ。全然おかしくないから。あのね、男は稼いでなんぼ、たくましくあってなんぼ、体力も精神も余裕ある大人で当然。料理とか手芸とかダサすぎっていい加減気づいて。ほのか、ほのかは男はこうあるべき、女はこうあるべきという古いジェンダー論を掲げて、俺が料理や手芸をすることを真っ向から否定して、その上バカにしてくるのだ。付き合い始めは冗談のような軽い言い方だったのだが、日ごとに言葉のきつさが増し、今は批判して蔑むまでになった。俺はその都度彼女に、世の中の人々は性別で仕事を選んでいない人もいるということを諭すように言っているのだが、結局分かってもらえないんだけどね。彼女はそんな反論してくる俺が気に食わないのか、蔑んでくる言動が多くなった。男なら稼がなきゃ、高収入じゃなきゃ大人の男とは言えないわよ。ちゃんと仕事に精を出して昇進しなきゃ。ああ、そんな能力もないのかしら。同年代に比べたら稼いでる方だけどな。っていうか、同じ会社なんだから収入いい方だってわかるだろうに。ちゃんとジム行ってるの？鍛えてる？男は力強くいなきゃいけないんだから、ちゃんと鍛えて。週2で行ってるよ。体型も筋肉もキープしてるよ。ほら。へえ、そうなの？その女顔のせいで男らしさ半減してるよ。鍛えてもわかんないわ。いっそ整形もおすすめするわ。女顔のこと気にしてるのに、なんでそこまで言われなきゃならん。とまあ、このように彼女は日に日に小言と俺をバカにする言動が多くなり、あのさ、そういうの傷つくんだよ。やめてくれよ。別に本当のこと言ってるだけでしょ。嫌なら男らしくちゃんとすれば。やめるように言っても彼女は聞いてくれなかったので、俺はどうしたものかと悩んでいた。ある日の昼休み、給湯室にお茶を汲みに行ったら、彼女と他の女子社員が話しているのを偶然聞いてしまった。ねえねえ、本当にキモいんだよ。料理はするし手芸とかもするのよ。しかも料理ノートとか手芸ノートとかつけてんの。まるっきり女みたいでしょ。すぐに俺の話をしているのだと気づいた。他の女子社員も彼女の話に笑っている。次の瞬間、
彼女への気持ちが氷点下になる言葉を吐いた。あのめめしい男、次にいい人ができるまで一応キープで付き合ってるだけだけど、もう切っちゃおうかな。なんかもううざいんだよね。顔も趣味もめめしくて無理かも。そういった彼女の顔を見て100年の恋も冷めた。悪かったな、めめしい男で。ミキア?話全部聞かせてもらったわ。給湯室にそのまま突撃したら、彼女と他女子社員は目を丸くしてびっくりしていた。あのさ、俺が料理が好きで手芸が好きで何が悪いんだよ。趣味や特技なだけなのに、誰かに迷惑かけたわけでもないのにさ、男の俺が料理や手芸することがそんなにおかしいことか。違う、今のはその…男が料理するのがおかしいっていうのなら言わせてもらうけど、お前は女のくせに一度も俺に料理作ってくれたことないよな。キッチンで俺が料理してる時も横でぐちぐち小言言うくせに手伝いもしなかったよな。なあ、お前が週3で持ってきてる弁当、誰が作ってると思ってんだよ。俺だよな。料理するのおかしいとか言ってるくせに弁当やご飯は作らせるんだもんな。覚えてるか、お前が男が料理するのおかしいとか言い出した時のこと。じゃあほのかが作ってくれるかって言ったら、お前なんて言ったっけ。物事のできるできないは人それぞれ、料理はできる人がやるべきとか言ってたよな。だからお前が家に来るたびにできる俺が料理してたんだろうが。それで男のくせに料理がとか言って、お前は俺にどうしろって言うんだよ。違うの、私は。お前が男らしく鍛えろって言うからジムにだって通って体鍛えてたのに、女顔のこと気にしてるの知っててバカにしてくるし、それに今の話聞いて気持ちが完全に冷め切ったわ。何よ、あんたが悪いんでしょ。私がどれだけ言っても私の言う通りに男らしくしてくれないから。あんたが私の言うこと聞いてくれたらよかっただけのことじゃない。それをこんなところで文句言うなんて、そんなところがめめしいのよ。男らしくなってほしいじゃなくて、私の言うことを聞くという彼氏という名の家来が欲しいんだろう。いろいろ言う割には料理しててもやめさせようとはしなかったし、手芸だって俺の作った作品勝手に持って帰ったりしてたじゃん。今お前が持ってるの俺が自作したハンカチなんだけど。男だなんだ言う割には言ってることとやってることが伴ってないんだよ。矛盾しまくり。男らしくとか言うたびにお前に諭したりするのももううんざりだよ。俺はお前のキープ君でいるつもりはないので、もう別れよ。バイバイ。あんたみたいなめめしい男、こっちが願い下げよ。あー、先生したわ。これからは女みたいな趣味全うして、せいぜい周りからキモがられてね。みそじ近い男を小学生みたいに、女みたいとか茶化してる方がガキっぽくてキモいわ。じゃあな。こうして、俺とほのかの約4ヶ月のお付き合いは終了した。それから半年後。それで、彼女とはどうよ。いや、そのいじりもういいわ。別れたの、とっくの昔に。俺は仲のいい同僚とお昼を食べに来ていた。そう、その江藤さんなんだけどさ、今どえらいことになってるの知ってるか。なんか上司と揉めてる程度しか知らない。別部署だから詳細までは。どえらいことって何。俺江藤さんの隣の部署なんだけど、もうすごいことになってるぞ。男らしくて素敵。あそうだろう。俺も君のような男女の奥深さを知っている人は好きだぞ。島崎部長。同僚から聞いた話だと、俺と別れた後、元彼女は自分の部署の部長と不倫をしたそうだ。その人は学生時代に運動部をしていたらしく、体つきはいいそうだが肥満体型らしい。贅肉の詰まった腹が彼女の言う男らしさだったのか。そして先日、部長の奥さんが会社に乗り込んできた。どうやら元彼女に惚れ込んで貯金数百万の使い込みがあったらしい。もちろん部長は離婚、慰謝料と使い込みの返済請求でヤバいそうだ。へえ、だからこの間会社がなんかざわついてたのか。でな、これで終わりじゃないんだよな。しかも部長と元彼女は同棲しており、会社の近くに家を借りて一緒に住んでいたとのこと。徒歩圏内で交通費不要にもかかわらず、交通費をもらっていた件で別途会社から交通費返還要請され、
しなければ訴えられるというところまで来ているそうだ。部長は降格で僻地へ転勤のリストラコース、江藤さんは派遣先も絡んで契約打ち切りでクビになっちゃったそうだぞ。はあ、そりゃご愁傷様です。どうでもいいけど。その日の夜、こんばんは、元気にしていますか？あなたと離れ離れになって半年が経ちました。今もずっと後悔してるの。私はずっとあなたの優しさに甘えて一番の幸せを見逃してたの。私は本当にバカだった。ねえ、私たちもう一度向き合えばつながれると思うの。目と目を合わせればきっとまたお互いの心が通じ合うよね。私、仕事もなくしてしまってあなたまでいなくなってしまったらどうしたらいいかわからないの。お願い、もう一度私にあなたのそばにいられる権利をください。ああ、ブロックするの忘れた。元彼女から長ったらしい復縁ラインが来てた。自分のために離婚してくれて何百万も貢いでくれる、二つの意味で太っ腹な男らしい人に出会えたようでよかったな。お幸せに。そう返信して即ブロックした。新しい住まいの綺麗な景色を背に、俺は今日も趣味に勤しむのであった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。